間にはバッチリバッチリ。実は姉妹の選手を育てるテルメ、追い詰めないとやらない。その日本でそれで選ばれた方が一番気持ちいい。場になってオリンピック行くぐらいにしたいです。勝たせたいし勝ちたいんだったらやっぱりそこ狙っていきたいから、それならやらなきゃいけないことあるし。ほぼ休憩なし、ぶっ通しの4時間。ようやく思いきや、完全に休ませることなく、膝を上げるんだよ最後まで。すると今度は筋駐車場で一体何をするのか。落ちたらやり直し。しっかり飛んで飛んで。あ、落ちた。これは平均台の練習、片足で乗ってこうふらつかないように。これだけちょっと距離があると結構いい練習になるの。趣味じゃないの、2人とも練習。練習はやってる。これ練習じゃないの。そういうこと。練習とはもう思わない。はい、畑田ママの育てるメソッド。休みの日は遊びの日。30分後帰宅。そろそろゆっくり休みたいですよね。現在中学1年生、千秋ちゃんが今ハマっているのがお菓子作りの動画を見ること。しかし来てなかったら禁止ね。ね、iPad はね、触るの禁止ね。そう、畑田ママは iPad を見るときも体操のためにあることを取り入れているといいます。一体何をさせるのでしょうか。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。
肌荒れしちゃった、もしかして。聞いてよチョコラ、お肌の中からどうにかしてください。肌荒れニキビ抗菌液にチョコラ BB プラスピュアモヒューマンヘルスケアのエーザイ。痛い口内炎、泣けてくる。聞いてよチョコラ、体の中からなんとかしてください。肌荒れニキビ抗菌液にチョコラ BB プラススプレータイプもヒューマンヘルスケアのエーザイ。三菱電機。暑いな。寒いよ。暑いよ。寒いよ。暑いって。あ、UFO。え、どこ？どこ？今温度変えたでしょ。そう。貸して。もう暑がり。寒がり。三菱は世界初、暑がりさんと寒がりさんを2つのファンで同時に快適に。暑がりさんと寒がりさんの三菱エアコン。霧ヶ峰。にくいね、三菱。お紅茶でも。まあ、今日に限って臭くてごめんね。うちもそうよ。今すぐ洗いたい。丸洗いで除菌消臭バブリーズダブル除菌で洗おう。タオルの匂い戻りをなくすには漂白剤でしっかりつけおいて。ちょっと面倒くさい。デオドラントビーズは違います。つけ置きなしでも濡れた時の匂い戻りをしてきます。マツコさん、ほら本当だ。デノアデオドラントビーズ。東京オリンピック千日前の奇跡、夢のライブが開催決定。スーパードライを買って応募しよう。当選した方だけをご招待。乾杯ジャパンライブ。心がつながる乾杯を。贅沢しよう、贅沢しよう。糖質ゼロに30倍の贅沢。カモン、贅沢ゼロ。ゾクゾク贅沢。天才ジュニアを育てるメソッド、三重の方法。それでは正解。 iPad を見ながらすることとは。ハイジャックだ。やばい、ハイジャックか。ハイジャックだ。あ、 iPad を見ながら柔軟。すごい角度だな。もちろんお姉ちゃんも。あ、中学2年とか3年から。ちょっと4年ぐらいは。はい、チェックします。これずっとやってられるの。この柔軟はやろうと思います、まあ、たまに反対にしたりするね。柔軟してなかったら禁止ね。ね、ね、禁止ね。まあ、ネットも少しはやりたいだろうなって思ったので、やりたいんだったら柔軟見ました。ということで正解は iPad を見るときは必ず柔軟をさせるでした。兄弟であのそれぞれこう差が違うってのは石井さんどういうふうにご覧になりました？まあ、やっぱりさっきの、ね、育てる環境とかも違いますけど、ただああいうなんか苦しいことするから演技終わった後の笑顔って最高な笑顔が出るのかなっていうのは思いますけど。ちょっと質問と答えが違うよね。厳しい。若き天才音楽家の育てるメソッド。盲目の天才ピアニスト辻井伸行さん。世界的に名誉あるバン・クライバーン国際ピアノコンクールで日本人初めての優勝。母のおかげでその大きなチャンスはつかめたと思います。生まれながらにハンデを背負った息子に2歳の頃ピアノを与えた母いつこさん。そんな辻井ママの育てるメソッドとは。危ないからあれはダメこれはダメって言ってやらせなかったとすると、彼の世界ってやっぱり狭くなっちゃうと思うんですよ。少しでも私は引き出しがたくさんある人の方が仕事絶対できる人になるんじゃないかなって。これは
2002年、辻井さんが13歳の時の映像。2人が向かったのは京都。辻井ママが息子に体験させたかったことは。大丈夫。大丈夫。伸ばさなかった？伸ばさ。夏はプール。あ、雪山。そして美術館で。ウィーンの美術館に行ったりとかして自分の好きな絵を説明してくれたりとか、すごく思い出に残っています。他にも乗馬や、たこ揚げ。あらゆる体験が天才音楽家の感性を磨いた。風を感じたりするのも僕は大好きなので。